アブハジア社会主義ソビエト共和国、またはアブハジア SSR は、アブハジアに1921年3月31日から1931年2月19日まで存在した社会主義政権。1921年5月21日から同年12月16日までは独立国家であり、この後アブハジアはグルジア社会主義ソビエト共和国の一部となった。 アブハジア・イス・ r は1925年憲法の意思と目標が明示されていたにもかかわらず、ソビエト連邦内で共和国のような主要国級の地位にされたことがない。これには、グルジア・イス・ r との契約上の共和国としての特別な状態が関係している。アブハジアの地位を決める条約に従えばアブハジアは、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国の一部であり、また、 ソビエト連邦の一部でもあった。アブハジア SSR は1931年に廃止され、グルジア SSR 内のアブハズ自治、ソビエト社会主義共和国となった。アブハジアはもともとロシア帝国の一部であったが、ロシア革命以降の混乱の中で、グルジア民主共和国の県となっており、1921年の2月から3月にかけて赤軍の侵攻によって、 ソビエトの影響下に入った。1921年3月4日、赤軍は地方革命ゲリラを集めて、アブハジアの首都スフミを獲得し、地方ソビエト本部として、アブハズ革命委員会を設立した。1921年3月31日、グリゴリー・オルジョニキーゼ、シャルバ・エリアバ、エフレム・エシュバ、ネストル・ラコバの出席のもと、特別議会が開かれ、 アブハジア SSR の設立が宣言された。しかしグルジア、ロシア両国とアブハジアの関係といった問題は未解決で残されていた。1921年5月21日、グルジア革命委員会は独立したアブハジア SSR の形成を受け入れ、双方の共和国の第一労働者議会で決定し、関係を構築することを提言した。 最終的に1921年12月16日、アブハジアはグルジア SSR に自治権の一部を委任する同盟の特別条約にサインした。条約はアブハジアの契約上の共和国としての地位を決定し、両国間に金融、政治、軍の連合が設立された。これらの範囲の一部で、 アブハジア SSR はグルジア SSR に従属することになった。グルジア SSR とアブハジア SSR は1922年5月12日に共にザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国に加わり、1922年12月30日にはソビエト連邦に加わった。アブハジアの契約上の共和国としての曖昧な状態は、 アブハジア共和国の1925年4月1日の憲法に記述され、アブハジア SSR はグルジア SSR との合同特別条約に基づいて連合しているとしており、さらに憲法によってザカフカース連邦とソビエト連邦の一部であった。しかしながら、アブハジア憲法成立以前の1924年のソビエト連邦憲法は、 アブハジアの立場を自治共和国として言及している。1931年2月19日、ヨシフ・スターリンの命令によってアブハジアは共和国としての地位から降格し、明日ともにグルジア・ SSR 内の自治共和国になった。これは、ネストル・ラコバの下のアブハジア共産党が集団農場会の反発の鎮圧に失敗したことへの処罰というのが通説になっている。 ありがとうございます。